三和駅は奈良県桜井市大技三輪にある西日本旅客鉄道桜井線の駅である相対式ホーム2面2線を有する行き違い可能な地上駅でホームの有効長は最大6両まで対応1番乗り場側に駅舎があり2番乗り場へは個線橋で連絡しているトイレが改札内にある JR 西日本近畿統括本部の大阪支社王子鉄道部が 総括管理する無人駅で駅構内には簡易型ボタン式自動券売機 IC カード専用簡易自動改札機が設置されている無人駅であるが特定日には日本鉄道 OB 会のアスカ支部に所属するボランティアが駅周辺等の案内業務を受託している多客繁忙期には校舎専用の臨時改札口が2番乗り場の北端に開設される 駅舎の左右にも臨時改札口が複数設けられている。奈良県統計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。周辺に住宅が多く建っており、また近年の広告効果もあってか、休日の利用客は比較的多い。年末年始や月次祭など大宮神社で催しが行われる時には、特に増加する利用客への対処のため、 臨時改札口及び臨時通路も使用される。大宮神社の最寄り駅ということもあり、正月は初詣客で大変混雑する。このため、年末年始にかけて桜井線では終夜運行などの臨時列車が増発される。かつては桜井駅とのピストン輸送を行っていた時期もあった。駅前にはタクシーが常駐している。ありがとうございます。